日光街道の北に入って一里ほどの宿場町。ここには村里一家がある。小さな国だが、4年前の親分をはじめ古文集のあったかい人情が忘れられない。とりわけ銀次という兄貴分がいた。秋太郎が急な熱に悩まされた時には医者とか看病にとりわけ気を使ってもらった。神器を切り旅人部屋に通されて案内の若者に、親分が病でお亡くなりになさったんですね。ええ、3年前です。今の親分は仙台の甥っ子になりやす。仙台の親分に似て人情味の熱い人なんでしょうね。さあ、それはどうでしょうかね。今の親分になって姿を消した連中がそうに寄りやすからね。意外な言葉に秋太郎は口をつぐんだ。その若い衆もしまったという表情で部屋から出ていった。食の膳が終わった頃に親分が呼んでいるというので奥座敷に向かった。そこには子分二人を目の前に置きふんぞり返っている若者がいる。あ、これが若親分らしい。旅人さん、呼び立ててすまねえ。出入りじゃねえんだ。実は取り立てに同行してもらえて、こいつら弱気なんで、一つおめえさんに頼みてんだ。仙台が貸した50両取り立ててきてもれえてえのよ。親分、あれは銀次兄が肩着になる時の仙台からの祝儀と聞いておりやすが。俺は貸したんだと聞いてるんだ。つべこべで言うんじゃねえよ。銀次さんね、そうですかい。敵になったんですね。歩いて2里ほど先の山裾に暮らしているという。なんでまた銀次さんは肩着になりなすったね。幼なじみの女と一緒になったんですよ。肩着になるってのが女のたっての頼みだったようです。で、何の家業をやってなさるの？若い頃の大工仕事を生かして家の修繕とかやってるって聞いてますが、先代が渡した金はもうなくなってますよ。女房の胸患いで大金ははたいてしまってますからね。家業だって大工の日当の半分にもなりゃしね。銀次の家
あばら屋に着いた。おお、ビンゴの、よく顔を見せてくれたな。何年越しになる？相変わらずの旅人暮らしかい？あの節は本当に親切にしていただいて、その思いからまたわらじを脱がせてもらった次第ですが、今日の要件はわらじを脱いだ旅人の一食一飯のしきたりから金の取り立てに顔を出したって次第です。ああ、今の親分は金の亡者だからな。先代からもらった祝儀を借金にすり替えてでも金を取り立ててんだ。あるもんならポンと投げ出すが、こっちだってねえもな、袖の振りようが。すいた女房と固いちぎりを交わして一緒になった。仇になって3年、こりゃ死ぬまで続けるで。どうすも長藩も投げ捨てたい。どうだいビンゴの、義理を立てるならバッサリ切ったって構わねえぜ。まさか仇になってる銀次さん、あましてよ数年目に世話を受けた恩人を切るなんてできるわけがねえ。子分二人と秋太郎は帰路に着いた。俺たちももうあの親分じゃ嫌気がさしてるのよ。話すすべてが金金金だろう。任居の道も何もあったもんじゃねえや。あ、土井越しの与三郎兄貴がそろそろ旅から帰ってくる。それからだな、相談してどうするか。そんな子分たちの愚痴を聞きながら、秋太郎と二人は組へと帰ってきた。親分の前に並んで報告をすると、いきなり子分の二人は名残飛ばされた。子供の使いじゃねえんだ。有金だけでも取り上げてくるのがおめえたちの仕事なんだぞ。で、旅にどうすは抜いたのかい？抜く必要もねえでしょう。まして相手は仇の人だい。ああ、ちっとアコギすぎゃしませんかい、親分さん。くそ、出てきやがれ。一食一飯の恩義も知らねえやつにわらじを脱がすわけにはいかねえや。我慢の尾が切れた秋太郎、とっさにドスを手に取った。あ、またまた。あ、そこへ旅人姿の男が飛び込んできた。子分たちが、あ、大河岸の八三郎兄、お帰りのせやし。子分たちがその男を歓迎している。親分、ただいま帰りました。帰るや否や大きな怒鳴り声、あ、まして二
二人の子分を殴り飛ばすなんて、それにわらじを脱いでる客人に悪行存言。聞けば仇になった銀次への仙台の主義を借金だと言い張る。あ、こりゃもうむちゃくちゃすぎるぜ。親類衆の親分たちは改めての兄弟杯は断るってことです。なんだと？じゃあこの組はって俺は言ってどうなるんだい？解散ってことになりやす。仇になるだけはそれもよし、組を組む者もいるだろうよ。あ、しかしもうあんたは親分でも何でもねえってことですよ。組の金はみんなで分け合う、そういうことに決まりましたから、よろしゅうに。腕に覚えの秋太郎、ただじゃ引かねえメンツあら、ギリを絡めた喧嘩だった。バカな意地なれ、わかんないしなで、一匹が荒らす。いや、引っ込むわけにはいかねえな。その御仁は俺の知り合いだ。やるなら俺が相手に、相手になるぜ。